皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。星空の撮影でピント合わせってめっちゃ大事ですよね。星空という被写体がですね、あまりにもこう大きい被写体であるがために、やっぱ端から端まで入れたいっていう思いに皆さんなりますから、24mm よりもワイドなですね、超広角レンズを使うことで広い宇宙っていうのを表現することができる。ただ反面ですね、ワイドになればなるほどピント合わせが難しくなるというデメリットもあります。超広角のレンズを使った時に液晶モニターに映る星がちっちゃくなりますから、どうしてもそのピントの山がつかみづらいっていう問題が出てくるんですね。せっかくすごいいい写真撮ったのに、なんかこうピントがパキッとしないっていうね、そういうことってね、まあ私もあるんですよ。単純にそのピント合わせの難しさもありますし、あとまあご年配の方とかはね、目が、だんだんちょっと視力が落ちてきてピント合わせが、なかなかしづらいというようなことがあって、ルーペ使ってみたりとか、あと大きい外部モニターを接続してみたりとかっていうことをするわけですけども、ピントを合わせ終えたらもう使わないので、そういうのってなかなか手間がかかるツールですよね。でそんな中で今日紹介するものはですね、この星空の撮影のピント合わせにおいて画期的なツールと言えるものだと思いますので、ご紹介いたします。その名もフォーカスオンスターズというものです。どういうものかというと、こういうフィルターなんですね。今日はですね、フォーカスオンスターズについてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。このフォーカスオンスターズ、こっち私今手に持ってるのはこれテレ用望遠レンズ用ですね。35mm から 400mm までま使えるって書いてますね。で広角レンズ用っていうのもあって、これ私 H&Y のマグネットフレームに入れてるんですが、これが広角レンズ用になります。はい、14mm とか 20mm とかの超広角レンズでも使えるタイプですね。バーチノフマスクっていうのをご存知でしょうか。バーチノフマスクっていうのは天体写真でピント合わせをするときに、使うものなんですけども、バーチノフマスクをつけた状態で明るい星に、望遠鏡とかレンズとかを向けるんですね。そうすると星に対して光場が出ます。6本の光場が、でピントをずらすとその真ん中の光場がこうずれるんですね。でそれがちょうどよくバランスよく真ん中に来た時はピント合わせが完了しますよと、ピントが合ってますよっていうもので、すごくこれね、天体写真の必須アイテムなんですよ。ただ超広角レンズではこのバーチノフマスクっていうのは使えないんですね。実はですね、日本にはあまり入ってきてないんですけども、フォーカシングツールっていうものがありまして、これらすべてですね、やっぱ超広角レンズでは使えないんですよ。そんな中出たのがこのフォーカスオンスターズなんですね。この私が右側にあるやつが超広角レンズでも使えるバーチノフマスク的なやつなんですね。でこれ作った人がですね、実際に天体写真撮ってる方なんですよ。ハンガリーにお住まいのガボールさんっていう言い方でいいと思うんですけど、そのガボールさんが、作ったやつなんですね。やっぱり、そういうフォーカスの悩みを抱えていて、バーチノフマスクが、広角レンズで使えるものがないかということで開発されたそうで、結構ねこれね、不思議な模様をしてるというか、なんて言えばいいんですかね、ここなんかこうまだらになってるんですよね。なんかちょっと不思議な角型フィルターです。でこれですね、購入はですね、今日本では扱ってる代理店いないです。なのでガボールさんからハンガリーから直接買うしかないんですね。で私のこの動画の概要欄に、そのフォーカスオンスターズの、リンク先のページ、貼っておきます。そこからですね、一応最近のその Google Chrome とか、そういう、ブラウザアプリの機能で日本語に翻訳っていう機能があるんで、そこから購入してみてください。私が持ってるのは 100×100、100mm 角の、ワイド用、テレ用ですけども、150mm 角もあるそうです。で、これ実際ピント合わせをしたらですね、もう取り外すものなので、取り付けられれば何でもいいと思います。サイズは関係なくていいんじゃないかなというふうに思います。で、取り付け方法なんですけども、角型フィルターなので、角型フィルターホルダーが必要になります。これちょっと今、お借りしているニコンの Z8、これはまあ H&Y のこのニコンのレンズ 14-24 の 2.8 用のフィルターホルダーですね。
で、この角型フィルターホルダーは何でもいいです。つけば何でもいいです。どこのメーカーじゃなきゃいけないとかそういうことはないです。これ 100mm 角のやつがつけばいいです。ただ私はこの H&Y の、ものを 100mm 角では使っているので、 H&Y ってねマグネットなんですよね。なのでこのマグネットフレームに入れたわけです。こういうふうに使います。実際ですね、このフォーカスオンスターズをどういうふうに活用すればいいのか、使い方っていうのを私、星取りに行った時にですね撮ってきました、動画を。なのでそれをご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、それでは実際に撮影にやってまいりました。真っ暗でございます。はい、でここにカメラの液晶画面出しますね。はい、でまずは先ほどお見せした、フィルターホルダーをつけましょう。ちょっとライトつけます。このフォーカスオンスターズなんですけど、取り付ける位置とか、あとそのどの部分に星が来るのかっていうので工場が発生する位置っていうのが変わってきます。で、一回これ今ニコン Z9 なんですけど、これちょっと一回スターライトビューしまして、明るい星あの辺かな、こんな感じでですね、明るい星ですね、明るい星を真ん中に来るように、今赤いのがここだ、はい、明るい星がこうセンターに来るような感じで配置しておきます。はい、そしてここにフォーカスオンスターズを取り付けましょう。そうすると、はい、出てますね。で今フォーカスオンスターズをこう上下にずらしてるんですけど、下に下げます、上に上げます。はい、このフォーカスオンスターズのフィルターの位置でこの工場が3本出る位置、出ない位置があるってことが分かりますかね。でこの3本出るなっていうところを見つけたら、これピント合わせをします。こんな感じですかね。はい、レンズを変えてみました。今度はですねマウントアダプター経由なんですけど、シグマの 20mm の F1.4 というレンズをつけています。はい、このフォーカスオンスターズもう一回つけます。で同じ位置で拡大してみましょう。はい、そうすると F 値が明るくなると確認しやすくなりますね。まあ 20mm だからっていうのもありますけど、さっきのも F 値が明るい、これ F1.4 のレンズなのでかなりフォーカスがしやすくなりますね。この工場がはっきり出るようになります。はい、こんな感じですね。ちなみに何ていうか真ん中にないやつはどういう風になるかっていうと、こういう感じですね。星の明るさによって変わってきます。明るいやつの方がやっぱりこう工場がこう出やすくなりますね。ただ端にあるやつはなんかちょっと形おかしいですね。なんか工場がこうなんていうかまっすぐ6本線になってない感じするので、なるべく真ん中で合わせるのがいいと思います。この真ん中のこいつ鋭いね。はい、試しにこれで F2.8 に絞ってみるとだんだん暗くなりますね、やっぱね。で F 値が明るい方が見やすくなります。はい、こんな感じですね。補足説明をするとですね、まず動画の中でも言ってましたが、こう上下にずらしてこのフィルターの位置、まあこれ広角側のフォーカスオンスターズですけど、この上下をずらすことでどっかでそのちゃんと6本の光場が出るところがあるということで、まあ大体ど真ん中に星を入れとけば、それが見つかりやすいですよっていうことが一つと、
それから、今回ニコンのカメラで使いましたけど、ニコンのカメラってお世辞にもね液晶モニター見やすい方じゃないんですよ。ライブ配信で見せたシグマ FP とかはモニター拡大率8倍でしたけど、はっきりと6本の向上見えましたし、ソニーとかパナソニックもすごく液晶モニター見やすくてですね、6本の向上が確認しやすかったです。ちょっと他のメーカーは試してないんですけど、富士フィルムもちょっと見づらかったかななので、カメラによってですね見やすかったり見えにくかったりするんですけども、とはいえまあこのチャンネル富士フィルムとニコン使ってるユーザーの方が多いと思うので、対応策をまあいくつか紹介しておくとですね、ちょっと見にくいなと思ったら1枚パシャッと写真撮ってみてください。そうすると、工場の出た写真撮れますから、それ見てあ結構ずれてんなとか真ん中ぐらいだなってなんとなく分かるんですよ。だからちょっとピントずらしてパシャ、ちょっとピントずらしてパシャみたいな感じでちょっと面倒ですけどね、1枚1枚確認しながら追い込んでいくというのが一つ。それから、もう一つはですね、街灯があれば街灯でピント合わせをするという感じですね。これも街灯の明るさとか、あと街灯がねこう重なってるやつとかだとこの構造が何個も出て逆に見づらかったりするかもしれないんですが、この街灯でピント合わせるっていうのが一つで、最後にですね、まあ、街灯もないような真っ暗のところで撮影してる時ですね、そういう時は10メートルぐらい離れたところにライトを置いて、それでピント合わせしてみてください。あの他に撮影してる人がいたりとかね、こう横一列で撮影するような有名な撮影師とかだとちょっとこれやりにくいですから、レンズを向けてない方にライトを置いて、しばしの間みんなとは違う方向にレンズを向けてですね、そこでピント合わせしたらフォーカスオンスタンズを外してもう一回撮影するとみたいな感じで、やるといいと思います。無限遠って星にピント合わせればいいんですけど、どっからが無限遠なんですかみたいな話なんですね。それはまあ過焦点距離っていうのが、計算するのがいいんですけど、これ私の、星空撮影塾っていう教科書にこの過焦点距離のことは書いてあるので、まあ、ぜひ買っていただけたらと思うんですけども、まあ、要するにですね、10メートル20メートル離れちゃえば、無限遠と同じ位置に、超広角レンズであればピントが来ますよということなんですね。なので遠くにライトを置いてそれでピント合わせするっていうのは、ぜひお試しいただきたいなと思います。あと今回紹介しませんけど、こうテレ側のフォーカスオンスターズに関してはですね、あの見ての通りこっちの広角側はこの H&Y のマグネットフリームつけてるんですけど、こっちつけてないですよね。こっちはねこうやってかざすだけで、こうやってまあ 50mm ぐらいのレンズ使ったんですけど、こうやってかざしてピント合わせするだけで十分その6本の向上が確認できました。なのでこっちはね私はね引き続き手で持ちながら使おうかなと思いますけど、マグネットフレーム化はしませんでした。もちろんやってもいいんですけどね、手でかざしただけでもこうピント合わせができるぐらい、標準中望遠レンズでは、はっきりした向上が出ますよということでお伝えしておきます。最後にですね、あのガボールさんから伝言なんですけど、そのお友達とかとねまとめて買ったら送料が1回で済むから、みんなでまとめて買ってねっていうことを言ってました。やっぱり一人一人に送るとどうしても送料が高いので、お友達5人とかでねもし欲しい人がいたら、その分まとめてみんなで買って1回の送料済ますといいよみたいなアドバイスをしてくれてましたので、優しい人だねぜひ、お試しください。まあ、私もこのフォーカスオンスターズ使うまでは自分の自力でピント合わせもちろんしてましたけど、1回使うとねちょっと自分の目が本当信じられなくなったっていうか、あちゃんとやっといた方がいいんじゃねえかなみたいな感じで思ってですね、毎回フォーカスオンスターズを使うようになりましたので、結構、信頼のおけるアイテムかなと思うので、皆さんもぜひお試しください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。